次が1800m。 あ、なんか YouTube のコメントで、はい、ちゃんと動画を見てくれて、はい、漱石のコメントに対して、いや、なんかそうですよねみたいな、すげえ、あ、見てもらってるなみたいな、ありがたい、ちゃんと漱石見てもらってるよ、ありがたいですね、すごいよ、盛岡だとこうですよねみたいなこと言ってくれてる人がいたから、すげえ、お、すげえ、ちゃんと見てくれてんじゃんみたいな、競馬好きの人です、うん、チラ見じゃなくて見てくれてんじゃんっていうのはね、すごいありがたかったんだ。 1800m、 中山芝 1800m はスタートがこちらですね、はいはい、で、これは内回りになります。おー、でこれもスタートからコーナーまで、短いですね。であとは坂の上りがあると。じゃあの言ったらちょっと上りスタートなんですね、これに関しては。そうだな、これ上りながらスタート、ね、そう、内回りなんでこうですね、こっち側の方、はいはい、もうえらい違いですか、ね、いや、そうだね、今までチラ見してたところに入っていくんです、ね、こっち入ってくる、こっちチラ見してこっちかいみたいな、こっち入って迷いそうですねオルフェーブルみたいな迷っちゃうこともあるかもしれない。これが、内回りの、芝 1800m がこの感じと。で、スタートからコーナーまでが、まあ、距離が短いと。で、内回りっていうのもあって、この距離に関しても、内枠がかなり有利。え？これもですか？スタートが上り坂と。上りながら、外側の、外の先行馬っていうのは、なんとか前に行きたいって、はい、上り坂の上にコーナーが近くにあるから、うもうかなりここで足を使っちゃうから、まあ、内先行有利っていうのと、外の先行馬をさらに割引にしなければ、ちょっと、大変かな、外の先行馬はもう初めに足を使っちゃうんで。ラストも坂ですね。いや、そうなの。初めにちょっと疲れたのに、また最後、すごいコースです、ね、急坂があるんで、この一番こう、低いところがここなんだけど、ここ、一番上まで5メートルあるんで、これちなみにここって坂なんですか？ここは緩やかに下り。あ、下りなんですね。緩やかにこう下ってって、ここを頂点、ここを頂点として、徐々に下ってると。なるほど。っていう感じですね。はい、はい。で、枠順重要っていうのは本当に競馬やってるとね。まあそうですよね。ね、強い馬でも負けるときと枠によりますからね。まあそんな難しいコース、小回りの内回りが、なるほど、芝1800m。はい。1008、これは1008。でも1008っていいよ、渋い重賞多いよ、スプリングステークス、はいはい、フラワーカット、関西のクラシックの前哨戦で、あとは中山記念。ああそう、中山記念だから、G2 が、はいはいはい、スプリングステークス中山記念、まあ、思い出の重賞ってなると中山記念、2005年2006年、これ連覇してるのがバランスオブゲーム、ダービースタリオンを作ってる園部さんっていう人が馬主の馬なんだけど、バランスオブゲームって、G2 の勝利記録を持ってるのかな。芝 1800m ってこうなんか本当に力が試されるみたいな、こんなところでめちゃめちゃ強い馬って一個のこうきっかけで G1 勝てたら結構そのまま強くなれたのに、はいはい、なんかそう残念な、すげえ強いのになってで、結局 G1 は取れなかったから、守護馬にもなかなか上がりづらいっていうような、激渋ないい馬が多い。へぇ、例えば、まあ、中山記念は勝ってないんだけど、その、重賞強くてそのままきっかけ掴んで G1 取ってっていう経歴の成功例はラブリーデーとか。ああ、はいはいはい、はい。G2 とかすげえ強かったな。で、きっかけ、宝塚勝って一気にこう、うん、G1 でもみたいな感じになってった、うんうんうん、まあだからラブリーでも何かこうリズムが合わなければひょっとしたらこの渋いで収まってたかもしれないけど、はいはい、そのバランスオブゲームとか、あとは2018年と2019年、中山記念ウィンブライトは、はいはい、はい、松岡、そう、松岡ジョッキーが連覇してるんだけど、まあ、同じ中山 1800m だけど、スプリングステークスもウィンブライト勝ってるね。なんか出てきたウィンブライト、これはもうウィンブライトの話したらもう出すしかないでしょ、これは。わ、すごい、これね、見えてるかな、これウィンブライトの毛ですよ、足毛の足毛の、まだでも若い時だったから黒いのよ、真っ黒で毛です、黒のこれ実仕様だけど、レースゼッケンじゃなくて調教用のゼッケン、皐月賞の週にトレー戦で記者とかが分かりやすいように、はいはいはい、名前も付けてる
G1 の、調教絶景。これつけてたら、トレゼンで、あ、ブイブライトやってなるらしいですか、ね。そう、あ、俺、G1 のゼッケンでもすごい効果あるらしい。これちょっとレア。これはあの、トレゼンの調教圏の方に行った時に、あの、まあ、抽選というか、じゃんけん大会で勝ってもらったんだけど、これにね、松岡君のサイン欲しいんだけど、今はどうしてもね、もう、サインが。海外でも買ってますから、ね。いや、そうよ、そうよ。これ、香港で、香港 G1 を2勝した馬の、若い頃の羊を調教ゼッケン。これはちょっと、自慢させてください、これ。これサインくれたらすげえありがたいんだけどな。これ、毛。足毛。足毛の黒い毛もついてるんだ。真っ黒ですけどね。真っ黒だよね。もう白いんだろうな、ウィンブライトは。まあ、そんな、グッズ的に思い出もある。中山グッズが多いですね、中山は。